こんにちは、速稼塾の久保です。緊急事態宣言が要請されました。東京都を中心とした関東からですね、国の方へもうそろそろこれは緊急事態宣言出した方がいいんじゃないかなってことで要請が出たんですけども、なお国の方はね、緊急事態宣言を渋ってるわけなんですよ。これは何でなんでしょうか。そして一説によると、緊急事態宣言が出ると何らかの形で国民にお金が支給されるというね、そういうふうな話もありますけども、これは本当なんでしょうか。どういった根拠に基づいて緊急事態宣言元でこういったお金がね出るということになるんでしょうか。ちょっとわからないんで調べてみようかと思います。まあちょっとね、どこを調べればいいのかちょっと今でもわからないんですけども、これが昨日出ました小池都知事を中心とした政府に緊急事態宣言を発動するような要請ですね、お願いをしたところです。まあ国の方としてはまあそれでも出さないということなんで、東京都が要請して出さないともうこれは見込みがないのかなと思いますけども、仮に緊急事態宣言が出たらどうなるのかなってことでここに出ております。新型コロナ緊急事態宣言が発令されたらということですけども、小池都知事をはじめ首都圏1都3県の知事は西村大臣と会談し、新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言の発出を要請しましたということですね。緊急事態宣言が出ると、こういうふうな制限が課せられます。住民に外出自粛を要請、まあ要請です、今と変わらないですね。で、臨時医療施設の土地や建物の強制使用、ここがだから国民主権の制限ということになります。学校や福祉施設の使用禁止や指示、要請や指示なんで、まあ今よりもちょっと強いかなってところですよね。で、医療品やマスク、食料の売り渡し要請、収容、保管命令、これ要するに、トイレットペーパーを高値をつけちゃいけませんよとか、これを転売しちゃいけませんよとか、食料品は供給させてくださいよとか、まあ様々こういうことでしょうね。で、音楽やスポーツなどのイベント開催制限の要請やし、これも今とあんまり変わんないですよね。そして運送業者に緊急貨物の要請や指示ということで、主には要請のちょっと強い形ができるよってことなんですよね。あくまでもできるってことなんで、しなくてもいいってことになりますんで、宣言はしたけどもそんなに変わらないとも取れるんですよ。まあ詳しいことはね、動画概要欄にこのページの付けておきますんで URL をお読みいただきたいんですけども、さあ果たしてですね、新型コロナウイルス特別措置法に基づいて我々の暮らしはどのぐらい制限されるのかなと思うんですけども、特にね、お金を払わなくてはならないっていうところが出てこないんですよね。どっかにあるんでしょうけどもね、ちょっとわかんないですね、私ではね。もうちょっと調べてみますけども、緊急事態宣言が出たから即国民にお金を配るっていう風な構図は今のところ見えてきません。まあ期待は高まるんですけどもね。ということは緊急事態宣言をまあ発言されても宣言されても緊張感がちょっと高まるだけで何も変わらないのかなっていうところもあるんですけども、どうですかね。前回はどうだったんでしょうか。もう今となってはあんまり変わらないかなと。緊急事態宣言が宣言されてそのまんま今に来てるのかなって感覚があるんですけども、どうなんですかね。さあ皆さんご存知の方いたらまた教えていただければと思いますんでよろしくお願いします。それでは本日は以上です。緊急事態宣言が出ても給付金ないのかもしれないですね、これは。はい、動画の最後に重要なメッセージということで、付け加えさせていただきます。今調べたところによるとですね、インフルエンザ特措法に基づく今回の新型コロナウイルスの緊急事態宣言に伴うですね、財政上の措置というところが見つかりましたので、読まさせていただきます。国や都道府県による費用の負担についての規定のほか、損失保障や損害保障等についても本法で規定しているということなんですよ。で、国、都道府県は検疫のためにやむを得ず特定病院等を同意なく使用する場合や、臨時の医療施設開設のため土地等を使用する場合等による損失を保障しなければならない。また要請や指示による医療等を行う医療関係者に対して実費を弁償しなければならない。
要請や指示による医療の提供を行う医療関係者が、そのために死亡や負傷した場合等は損害を保障しなければならないということですね。ということで、今読み取れるのは財政上の措置として医療関係者にとどまっているというふうにしか見えないんですよね。まあ、ですので、商売をしている方とか会社にお勤めの方とか、我々国民生活を送っているものに対する金銭的な保障っていうのは規定されてないというふうに読めるんですけども、どうなんでしょうかね。もちろんですね、ここにもこうあります。物資の売り渡し等の要請収容ということで、まあ、マスクをね、特定の業者から買い取って国民全員に、まあ、配布する、配給するということになると、買い取った業者さんへのマスクの代金は支払われるということになると思います。これがだから、あのアベノマスクを呼んだのかなと思いますけどね。なるほど。もうちょっと詳しく見てみようかと思いますけども、現時点でわかるのはこのぐらいですね。はい、また分かりましたらね、皆さんもお知らせいただければと思います。ありがとうございます。